はい、今ですね、ウイングベイ小樽出てきました。ここからですね、小樽運河までちょっとドライブしたいと思います。ですね、ちょっと散策したいと思います。せっかく来ましたからね。ちょっとパチンコやりたくなってきたな。なんかあのこの地方とか来ると開放感からかなんかパチンコやりたくなっちゃうんだよね、なぜか。前ちょっとな、名古屋で負けたからな、やめといた方がいいかもしれないな。今耳がほんとマスク痛くてしょうがないな。マスクがなのかどうなっちゃうんだって感じだよな。耳がちょっともげちゃうんじゃないかって心配だよね。今はまあ、あの薬を塗ってますけどね。
地付近です。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。